オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。このコーナーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。本日水曜日のテーマは日本のしきたり、日本の年中行事や祭事記をご紹介いたします。本日はすす払いをご紹介します。すす払いはすす吐き、すす納めなどとも言われ、新年を迎えること始めが起こりで、古くから社寺、民間で行われてきた行事です。現代では単に大掃除といい、新年を迎えるためにきれいにするということで、すす払いという名称も使われなくなっています。祭祀には、雍正天皇の時代に始められたとあり、また、嘉定2年、1236年頃より、12月の吉日を選び、また雨でない日を選んで行うようになりました。吉日を選ぶため、毎年異なっていたということになります。その後、江戸時代には12月13日に行われるようになりました。中国の玉色宝典に、年の暮れに壊れた器物などを整理する、これを早急というとあります。また、無量録には、12月のいわゆる除夜の日には、公や民間を問わず、門を掃除し、庭を清めるとあり、中国では年の暮れに行ったようです。寺院には、毎年12月20日にすす払いをするところがあり、本願寺のすす払いの模様が立後記に記されています。すす払いは12月20日、いにしえより変わらずに御入り候とあります。寺院では仏壇や仏像、様々な仏具、天蓋などが大きな堂内に収められていますので、大変な作業となります。太田南畝の半日間話に、すす払い、納め儀式が記録されています。公家はもちろん、将軍家においても何事も儀礼化し、儀礼によって世を治めた時代では、すす払いについても儀式化されていました。行事としては、13日の朝、老中の年男が長袴をつけて登場し、案内されます。すす払いに使う竹は、毎年大官所で用意されました。この竹は、目竹と尾竹とを揃え、まっすぐにして水引きで結び合わせ、根松、藪麹、長のしをつけたものです。これを使って、根間、ござの間の両所をきれいに払うのですが、これは下男たちが麻の紙霜をつけて行うのです。これが終わりますとお目見えとなり、吸い物とお酒をいただいて退出します。京都の寿社の南閣は、毎年12月13日には家でのすす払いを避け、東海寺松林院に行き、歌会を催していました。これを名付けて、払う塵の会と書いて、総人会と言いました。本日はすす払いをご紹介いたしました。明日のテーマは、葬にまつわる体験談です。本日の内容は、オフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また、皆様からのご質問やご意見、ご感想を募集しています。お寄せいただきました方には、木曜日にご紹介しています。葬にまつわる体験談集、時を超えてを漏れなくプレゼントいたします。そしてもう一つ、グリーフケアの第一人者、橋爪健一郎さんの著作、お父さん、葬式はいらないって言わないでもプレゼントしています。この本をご希望の方は、本希望と書き添えてください。ご意見、
ご感想、そして本希望の方は、住所氏名をお書きの上、メールの方は info@nara.fm、info@nara.fm。ファックスの方は、ファックス番号0742-248422、0742-248422。お便り、おはがきの方は、郵便番号 630-8334、奈良市西野信也町43、いずれも奈良 .fm、オフィスシオンの係までお送りください。お問い合わせは、奈良 .fm へ、電話番号0742-248415、0742-248415です。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。